よいしょ。さあ、速報ニュース。はい、ということで、今朝の日刊スポーツ、田口広岡、トレード、球界発展、40年ぶり交換成立、巨人とヤクルトのね、間ではっていうね、報道がありましたけども、どうですか皆さん。もうそろそろ浸透してきましたね。トレードはポジティブ。というところで、まあこのね、トレードが、まあなぜ今の時期に行われたのか、まあなぜ田口と広岡だったのかっていうところをね、佐々木的に解説していきたいと思います。まああの、この時期、まああと開幕までね、1ヶ月を切って、今日がまあ3月1日入ったばっかりでね、あ、2日か、3月2日、昨日はね、3月1日。だから3月1日にね、まあ発表された、トレードではありましたけども、まあこの2月ね、1ヶ月キャンプを行ってみて、これはまあ、佐々木が個人的に思うことですけども、まあその田口のね、優先順位っていうのが、まあちょっと下がったのかなっていうね、チーム内で。まああの、キャンプ早々ね、まあ怪我もあり、スタートが出遅れたっていうところはありますし、まあ左のね、同じピッチャーだったら、まあ横側とか、ね、んで中継ぎはね、大江、高梨、中川もいますし、で、高橋もいますし、今村っていうところもいますし、外国人ではね、メルセデスとか。っていうところの左投手がいる中で、ジャイアンツの中で優先順位が、ちょっと下がってきたのかなっていうところがね、このキャンプを1ヶ月やって、そういう位置づけにね、まあ、なったんだと思うんですよね。で、その中で、ヤクルトは、まあ、やっぱりヤクルトのね、一番の、課題っていうのは、まあ、投手力、強化、投手力を再建、しなきゃいけないっていうところは、もうここ近年ね、ずっと言われてる中で、まあ、なかなかね、それを改善できない。ドラフトで、ピッチャーも指名してますけども、なかなかね、改善していかないっていうところで、まあ昨年のドラフトでもね、慶応大学から、ドラフト1位でね、木澤投手取ってますし、で、まだまだ足りない。しかもあの、左のね、特に先発っていうところが、まだ石川にね、頼りがちっていうところもありますし、まあ高橋奎二がね、まあいますけども、ちょっと今年ね、まあスタートから出遅れて状態悪いかなっていうところもある中で、どうしても、先発投手陣が欲しい。その中でも、左が入るところで大きく、チームの構成がね、良くなっていくっていうところで、まあ、白羽の矢を立ててね、まあ、田口っていう、まあ、巨人から、まあ、巨人とヤクルトで考えれば、まあ、正直わかりませんけども、ヤクルトからのね、打診も、あったんじゃないのかなと、いう、この田口のね、トレードだったと思いますけど、やはりここはね、ポジティブに、考えるとですね、まあ、このままね、田口もジャイアンツにいても、まあ、先発では回れないかもしれない。中継ぎでも、大江、中川、高梨っていうところの、左がね、躍動感を持って活躍してる。なかなか出番が、少なかったかもしれないところで、ヤクルトにね、移籍になったことによって、まあ、ヤクルトは先発ローテーションがしっかり、固まってるわけではない。そこにね、入っていけるチャンスが出た。しかもトレードっていうのは、最初ね、チャンスはもらえるんで、まあ、いきなりね、まあ、元気で投げられれば、開幕先発ローテーションにね、入ってくるんじゃないのかっていう、感じになると思うんで、すごくチャンス、大きくなったかなと。で、背番号もね、34と、元ね、金田さんがつけていた番号でもありますし、そういったところのね、期待値も大きいのかな。これはかなり田口にとったらいいトレードなんじゃないのかなと。まあ、昨年もね、沢村が、ジャイアンツではね、3軍とか2軍にいたところね、ロッテにトレードされて、そっから比較的に見違えるようなピッチングでね、結果も出して、なくてはならないリーバーになって、その後 FA 元ね、メジャーレッドソックスね、移籍っていうね、ホップ、ステップ、ジャンプの、素晴らしいトレードとね、自分を生かしきったっていうところはね、まあ新しいニュースではありますけども、まあ最後はね、本人の頑張りしたいとは思いますけども、田口にとったらこのトレードっていうのはすごくいいトレードだったんじゃないのかなと思いますね。それ続いてね、まあ、広岡のトレードっていうところになってもですね、まあ、ヤクルトで、まあ、ショートのね、レギュラー争い、西浦なのか、広岡なのかっていうところがね、長いところね、競い合ってた、ところではありましたけども、ちょっとね、村上と同じように、チャンスをもらって、40打席ぐらいですかね、ノーヒットになったり、なかなかね、チャンスはもらってる中で、結果としてね、掴みきれなかった。当たれば大きいですけどね、ちょっと確実性っていうところか、コンスタンスに結果を残していくっていうところがね、できなくて、ちょっとね、西浦に先行されたかなっていう感じにもなって、あとはドラフトで取ったね、本山選手がキャンプ、練習試合ともにいい形の結果を残してる中でね、ちょっと広岡選手も
優先順位がね下がってきたのかなと。でまああの新外国人ですね、村上新外国人で、サードファーストっていうところもありますし、まああの内川が入ってきたっていうところもありますし、代打ね枠は内川っていうのもあるんで、まあ全体的にそのヤクルトの中で廣岡選手が、優先順位が下がった。でジャイアンツって考えると、まあ昨年慶応大学出身の山本選手をトレードで阪神に、出しましたけども、その穴を想定通りに埋めきれなかったんじゃないのかなっていうところを感じたりしますよね。まあ坂本選手っていうねレギュラーが、ショートにはいますし、サードは岡本っていうね、若大将2代目がいますし、このね三遊間っていうのはもうどう考えてもなかなか打ち破りにはね難しい存在でもありますし、球界を代表する選手でもありますから、廣岡にとってもねかなり、強敵のライバルになりますけども、ジャイアンツチームとして考えた時に、万が一坂本が怪我など試合に出れなくなった時にショート次誰行くっていうねところが、やっぱりその山本をトレードに出したっていうところもあって、若干薄めになってきたのかなと。でその中で今ヤクルトの廣岡っていうところを取って、坂本がもし何かあった時にショートのバックアップ、もしくは次世代のショートを担う、ここから大きくねヤクルト段階ではちょっと伸び悩んでるけども、環境を変えることによって大きく伸びしろがあるかもしれないっていうね、未来への投資と考えるとね、両チームの思惑からするとこのトレードっていうのは素晴らしい、非常に、合理的でいいトレードだったんじゃないのかなと思いますし、まあ廣岡としてもね、ここからジャイアンツに行って、まあ代打もあるだろうし、長距離砲としてね、でもっとはねセカンドとかも練習すれば、まあ北村吉川廣岡でまたチャンスもね、掴める。まあどこでもね守れた方がいいですし、そういったところでジャイアンツでね環境を変えて、大きく羽ばたければかなり面白い存在になると思いますし、ジャイアンツっていうチームとしてもね非常にいい、組織の層を厚くする、選手になるんじゃないのかなという感じがしますね。まあこのトレードがまあ行われるこのね3月っていうところを考えると、2月でしっかりチームをね、見極めた段階でまあ両者とも優先順位が下がって、でも他のチームからするとすごいいい選手っていうねトレードで、しかも自分たちのチームのマイナスポイントを補強していくっていうことを考えると、まあこの3月1日っていうのもねトレードっていうのも、理解できますし、これね開幕してからじゃなくてよかったですね。まだあの1ヶ月弱3週間ぐらいあるんで、まあその環境にね馴染むっていうところも、生活環境、まあ東京と東京なんでね大きく変える必要は、住居とかないと思いますけども、まだ1ヶ月ねそのチームに浸透するために、サインプレーとか動きとかね、特に内野手とピッチャーっていうのはいろんなチームによってサインプレーとかね動きが異なる部分もあるんで、それを理解するためにもいい準備期間ではありますし、これ開幕した後だとね、まあ、バタバタして、いろんなことをねやらなきゃいけない、特にね先発とかだと、多くのこと中継ぎと違ってね多くのことやらなきゃいけない、廣岡選手も内野っていうポジションから多くのことをやらなきゃいけないっていうね、なかなかタイトでね、環境に馴染む、勉強するチームにの意に沿うように動けるように知識を入れる、しかもその中で結果を出すっていうね、なかなか難しいね作業になるところでしたけども、開幕までねまだ1ヶ月弱あるっていうね、この環境はその2人がねチームに馴染む、でチームとしては、チームの、組織とかね、統率そして動きなどをね理解してもらうっていう時間っていうことを考えると、非常に全ての面がね、素晴らしいトレードになったんじゃないのかなと。また今年もね、セリーグも、大きくトレードで動きましたし、まだねひょっとしたらあるかもわかりませんけども、こういうのをね活発になって、まあ、一番はね選手が頑張るのが一番いいところですから、どこのチームでもね求められていくチームで、その中でしっかりあとはね自分の頑張りで結果を出していく、そういったことがねやっぱ応援してくれるファンの皆さんもね、その選手が頑張ってる姿がね一軍で一番嬉しいと思いますし、やっぱりトレードっていうのはねいいもんだなと思いますね。まあ、ということで田口と廣岡のトレード佐々木的に解説してみました。それじゃあまた。